はい、山形県酒田市のバイカー鈴木モータースです。今日はですね、先日動画でもお話をしていたお客様がですね、お下取りで入庫したこちらですね、当店の在庫の中古車両のご紹介をしていきたいなと思っております。ホンダのクロスカブ110でございます。エンジンが 110cc のバイクですね。クロスカブ CC110 って感じですね。ザ・クロスオーバー・ア・ライフ・アンド・ペインホンダって感じですね。で、このバイク最近めちゃくちゃ人気なんですよ。超人気で、なんでかっていうと、モーターサイクルショーでもそうだったんですけども、今年ってモーターサイクルショー東京の、まあ大阪もそうだったと思うんですけども、東京モーターサイクルショーに実際に行ってきて思ったのが、キャンプ系が多いなと。キャンプ系のブースがめちゃくちゃ多かったんですよ。ペロトさんのブースとかでもセローとかクロスカブにもう満載キャンプ道具を積んだ車両の、まあ、そういう用品がうちで売ってるよっていうブースの紹介なんですけども、商品の紹介なんですけども、テントもあったりとか、なんかもうキャンプ推しなブースがですね、めちゃくちゃいっぱいあったんですよ。で、最近世の中的にですよ、バイク業界がとかじゃなくて、世の中的にキャンプがめちゃくちゃ増えてると、まあ、僕もともとキャンプ好きなんですけども、なんか今は若い女性の間でもキャンプが非常に人気らしくて、なんでそういう雑誌とかもすごいし、スノーピークさんとかもめちゃくちゃこう会社の業績伸びてますからね。いやもう本当にキャンプ業界がすごい今盛り上がって、で、それに合わせてですね、バイクの方もどん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 今キャンプの、ご依頼、あのキャンプ行きたいからレンタルバイク貸してくださいとかっていうご依頼とかもすごい多いので、 VSOM250 とかそうなんですけども、まあそもそもメーカーとして VSOM250 のあのパッケージの写真がキャンプですからね。なので本当にバイク業界でもキャンプが盛り上がっている中、このクロスカブもですね、そういう使い方がいっぱいできるということですね。ここに荷物いっぱい積んだりとか、ここにも積んだりとかっていうふうにですね、非常にこうクロスカブの商品紹介が、あのモーターサイクルショーめちゃくちゃいっぱいあったんですよ。そんな中ですね、極上の中古車両、お買い得なですね、中古車両が当店に入荷いたしました。はい。なので、こちらの、あの商品をですね、紹介をしていきたいと思います。こちらですね、走行距離が、ちょっと待ってね、よっこいしょ。はい。12,793km。約13,000km ですね。で、ございます。非常に綺麗で、新しいですね。お客様が新車で購入されたということで、それからですね、大事に乗られていました。はい。で、カスタムも様々見ていただけるようになっておりますね。まずは、走行しているときに非常に楽なんですね。スクリーンがついております。で、あるとないというのはやっぱりこう、雲泥の差なんですよね。スクリーンがついていると、あとヘッドライト上にですね、ステーがあって、ここにも荷物を積めるようになっております。これですね。はい。あとは、ここにもステーがついて荷物を置けるようになっておりますね。あとは頑丈なリアキャリアはついておりますので、ここにいっぱい荷物も載せると、キャンプとか行く人ってあれなんですよ、もうここに大きい頑丈な板を載せるんですよ。あとで、その上にガーっていっぱい載せるのでいますよね、確かに。これで日本一周してる若い大学生の方とかって、もう人間が見えないくらい積んでて誰走ってんのみたいな。あとはフレーキでですね、マフラーが変わっております。竹川マフラーですね。ボンバーって書いてあるんですよ。スペシャルパーツ竹川ハイパーエキゾーストシステムメイドインジャパンっていうふうにですね、書いております。はい。そんなところなので、ちょっととりあえずですね、一周、あとシフトインジケーターと USB についてる、それは後で紹介するとして、ザーって見ていただくと非常に綺麗な車体ですね。フロントのタイヤもまだ溝がありますね。で、ホイールもですね、非常に綺麗でございます。あとはこの、ハブの部分とかフロントフォークのアウターチューブですね、非常に綺麗で、カウルがですね、ここが若干線傷があるんですけども、でも全然そんな目立つほどではないですね。で、一箇所だけ傷があるんですけども、傷っていうかこのここですね、多分前のオーナーさんが
自分でお直しになったと思うんですけども、ここに一部クラックがあるので、あっちあっちあっつびくしょマフラーに手を当てる。ここはですね、一部クラックがあるので、ここはですねタイラップで止めております。ただこのクラックっていうのがエンドまで行ってるわけではないので、中間ですね、このビス周りが行ってるだけなので、そんなにこう目立たないっていうか大丈夫な感じなので、ここだけですね一部クラックがあります。そんな影響する、これ周りのカールをこう揺らしても全然影響しないので、そんなに目立つほどではないですね。あとは他はすごいけど、シートも破れもほつれもないですし、中もですね非常に綺麗、タンクの中も綺麗です。はい、でリアキャリア等々も本当に荷物を乗せてたのかなって思うくらいすごい綺麗ですね。でサイドカバーもこれに綺麗だとすごいですよね。で赤ってやっぱり屋外にずっと放置されてるとどんどん色あせてきちゃうんですよね。ただこのお客様ですね、素敵なガレージでもうずっと室内保管されていたので非常に綺麗な状態で残っております。スイングアームとかもすごい綺麗ですね。でリアホイールとかもすごい綺麗です、輝いておりますね、錆もなく。でマフラーもすごい綺麗ですね。はい、じゃあ今度反対側を回っていただいて、こっちはすごい綺麗ですね、カウルが傷も何もない状態ですね。まあもちろん走行に伴う傷等はありますけども、エンジンもすごい綺麗で、サイドカバーも綺麗で、ヘルメットロックもついてますね。もう極上ですね、新車みたいに輝きが残っております。最高状態ですね。でじゃあちょっとカメラ僕持ちますんで、メーター周りを見ていきたいと思います。めちゃくちゃ綺麗ですね、かなり状態です。ちょっと逆光がいいですけど、これがシフトインジケーターでございます。今何速に入ってるか分かるメーターで、で先ほど見せた通り1万2000キロという感じですね。でこれが、シガー電源がついております。はい、じゃあ実際にですね、ちょっとマフラーの音も聞いてみたいと思います。なのですごいいい感じの音ですね。ボンバーマフラーがいい感じの音でございます。はい、そんな感じですね、程度極上のですね、クロスカブが110が入ってきました。で、こちらの車両はですね、今日中にはプライスカードの方が完成いたしまして、ネットの方にもアップしたいなと思っております。はい、でインターネットの方にはウェビックバイク選びと鈴木中古車ネットワークと、BBB とヤフオクの方に掲載をいたします。でウェビックバイク選びはですね、画像40枚まで登録できますので、そちらからですね詳細を見ていただいたりとか、あとはウェビックバイク選びからご制約いただくと、今車両の 1% 分がポイントとしてバックになるっていうキャンペーンもやっておりますので、ぜひそれにも使っていただければなと思っております。はい、じゃあそんな感じですね、当店に新しく入荷したクロスカブ110の中古車両のご紹介でした。